なんと俺のテントびしゃびしゃです。俺もびしゃびしゃです。なかった、全然ダメだった全然ダメだったすげえ増水してる、すげえ増水してんじゃん川すげえな。俺マットは暑いのだったんで、大丈夫だった。なんか寝袋が吸っちゃって、寝袋がびしゃびしゃになって、全然大丈夫。あとなんか血が出ててなんだろうと思ったらヒルがいた。ヒルマジびっくりした朝から。ちょっと浸水でも、大丈夫。やっぱマットか。だって寝れたんでしょ。なんか眠い。あんまり降ってない。1980円のテントを台風の一夜を過ごすとどうなってるかっていう検証。上げていいですか。よし、よし。あら、びちゃびちゃだ。あら、あ、でも、でもいけてんじゃん、まだ、うん、まあまだ、まあまだ、でもだいぶあれですね、だいぶやっぱりいっちゃってるね。水があるんです。水がある。思ったよりでも大丈夫かも。大丈夫じゃねえんだけどこの辺なんですけどタプタプしてる。タプタプ、ほらほらほら、プールだ、プール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 寝てたんです、プール寝てた。確かにね、水没現場。あの、そうかそうか、あれがあっちんだ。どうしよう。もう大丈夫だ、もう大丈夫、もう大丈夫。うん、あ、いけるいけるいける、いけるいける、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 いける。なんだこれ。行くだけ。もう今ね、四国行った方がいいだろ。あ、四国すげえな。すごい、もうこんな、うん、だけど今はここは晴れてるもんな。ここは晴れてる。でもね、ほらまだ来るんだ。まだ来るんだ。油断ならない。野球だ。野球丼いただきます。出た、これもいただく。いただきます、いただきます。見てみてください。いただきます。あ、最高。おいしい。あ、ね、むせない。むせない。 ある。パサパサじゃなかった。大丈夫。大丈夫。そう、パサパサだと抜けんじゃん。うん。抜けないよね、これから。うまい。よかった。一人ね。一人だけいると思う。山椒を焼いてます。この辺が木道なんだ。ほぼ木道なんだ。もう目もついてる。鼻もついてる。はい、もう、あれ、早見さん。早見。早見。もう、ちっちゃいもんね、この木道は。葉っぱが違うもんね。バランスが違うもんね。もう、芸能人の顔になれるんですからさ、誰が。テラシマ進む進む。あ、コードブルーのあれだ。そうそうそう、パイロットか。あ、なんかっこいいよ。あ、まあ、そっちにもう行ったの。朝の8時のバーベキューは。いや、あのね、人生初だけどね、うまい。煙がすごい。すごいね。ちょうどすごい、ね、かかったみたいでも超晴れてきた。あ、いいね、いいね。あそこのさ、うん、いけるいける。やっぱりさ、うん、水辺のさ、もやのとこがやっぱいいよね。緑と、緑と、すごい。ああ、もや、ね、いいよね、うん、絵になるな、やっぱな。
映んないね。もや映んない、うん、もや映んない、もやだから。こういうのに牛体いかないの。どうぞ、うん、はい、タレ原タレ。どうぞ、これで抜き出す。うん、えどうぞ、どうぞ、俺も食べよう。俺も4枚ぐらい食った。4枚ぐらい食った。違う違う、この肉じゃない。ほんまそうだね。でしょ。何年もの40熟成肉。熟成肉。で、ここにお茶。ここ置こうよ。はい、おうまそうだ。あ、これ最高だね。エジからあるわ。9時半なりまして、少し日差しも出てきたので、みんなちょっとずつ片付けを始めます。水洗いしてます。何あれ。絞れた、カラカラに。よくもかし洗って。生えてきましたよ。10時半、撤収。ずぶ濡れテントたちですね。でもいいね、ほんとね、ここ広く使えて。全然広く使えていいよ。すごいよね、これ。魚はどうだい。いきなりだい。生きいいよね。結構動いてる。魚がいっぱいいるんですよ。なんなの。マスとイワナとヤマメかな。ねえ、いっぱいほら、ちっちゃいね。あ、本日もスタートは雨でしたが、スタートこんな感じです。スタートこんな感じです。その間に台風がやってきて帰ってったで、台風がいなくなって、今はもうこの暑い感じになりました。チャリンコで帰ると水分も必ず塩分塩分入ってください。今寝れてないんでね、はい、あまり過信はしないですね。早め早めの休憩が多分大事だと思います。そうですね、よろしくお願いします。車で帰る人、車で帰る人は、はい、あの前まで同じように睡眠がね、あんまり取れてないんで、やっぱそれも早め早めの休憩、パーキングで泊まったりですね、で休憩取りながら帰ってください。はい、家に帰って、家に帰って帰るまでがね、このキャンプというところで、はい、はい、ご安全にしてもらう。じゃあご安全にでいいですか。はい、最後ですね。はい、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 ご安全によし。よし、じゃあまた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後は管理さんみんなご挨拶。管理さんに、ありがとうございました。また待ってからね。待ってからね。出な、出な、出な、出な。へばんな、へばんな。いってらっしゃい。あれ、でもこの後どうすることにしたんでしたっけ。お家に帰るんじゃなくて、今日は多分お家に帰りました。本当は道の駅巡りに行こうと思って。体力的に。じゃあ、気をつけて。気をつけて。あっちから行くってこと。あ、こっちから。フィリボース。あっち行ければ本当に近いんだけどね。バイバーイ。気をつけて。何？だから登山でキャンプしてる人とかわかるよね。あれ山の分、あれ山の分。やりたい。
片付け終わりましたら急に雨がびしょぶりでギリギリでしたね。ではまたね。This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.お疲れ様でした。やっぱ濡れちゃったね。